1910年5月9日の日食は、1910年5月9日に観測された日食である。南極大陸とオーストラリアのタスマニア州で、回帰日食が観測され、オーストラリア、マレー諸島中南部及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。回帰体が通過した回帰日食が見えた地域は、南極大陸のウィルクスランドの一部とオーストラリアの タスマニア州中南部だった。また、海気日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、マレー諸島中東部、オーストラリア全国、ニュージーランド南西部、メラネシア中西部、ケルゲレン諸島、南極大陸のインド洋沿岸。交通が極めて不便な南極大陸のほか、海気帯が通過した唯一の陸地は、オーストラリアのタスマニア州だった。 雨季の不利な条件にもかかわらず、イギリスのパイオニア飛行士、フランシス・マクリーン率いる観測隊はタスマニア島南西部海岸にあるポートデービーに行った。結果、雨の天気で観測は成功しなかった。また、タスマニア島南東に位置するブルニー島での観測も天気で失敗し、タスマニア島西部海岸のジーアンとストラーンでは部分日食の段階で晴れだったが、 会期日食の段階に入って天気が悪化した。内陸にあるクイーンズタウンはごく少数の日食の家庭のすべてが見えた場所でコロナの写真を撮った人もいた。ありがとうございます。